Activating combat mode. アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一子。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちが。の剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。
邪魔だ。ジェネシス。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり、二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。アンジール、何してるんだよ。どこにいるんだ。この先にホランダーの研究室があるらしい。施設も非公式の研究室だ。アンジールの行方とつながるからな。よし、行ってみよう。この先にホランダー。よし。かかってこい。おっしゃー。
Activating combat mode. 邪魔すな。ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。おっしゃー。扉まで動力が来ていない。動力源は ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。それで扉が開くはずだ。ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。それ
これまでだ。だから頑張ってるって。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。モンスターが入ってる。ここでコピーを作った。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G、 劣化現象、古代種。興味深い。お前も見ておけ。クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は？腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。
君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G。劣化現象。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？うん。こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダは渡さない。ザックス、おい。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ。一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ。あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。アンジールの居場所を教えろ。アクティベイングコンバットモード。はっ！ブレッ！おしまい！
なんだ、こっちに行ったような。
の誇りを見せてみろ。見逃すなよ。
あんた、自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。何があったんだい？母ちゃん、俺、友達を助けてやりたいんだよ。でも、どうしたらいいのかわからないんだ。もしもし。母ちゃん？もしもし。やった！天国？残念。スラムの教会。ん？天使？私、エアリス。君、降ってきたの？あ？びっくり。あんたが助けてくれたんだ。別に。もしもしって言ってただけ。本当にありがとう、エアリス。俺、ザックス。なんかお礼しなくちゃな。いいよいいよ。そうはいかない。なあ、デート一回行ったのは。何それ、バッカみたい。え、はあ、ストップ。お花踏まない。なんだ。花あったら気をつけるでしょ、普通。悪いな、普通じゃないんだ。あれ、花なんて珍しいな。ミトガルじゃ高級品だぜ。ここだけ咲くの。うちの周りに植えたのも元気に育ってる。俺なら売って金にするね。ん？ミトガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい。ミトガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。
考えたことなかった。出口？あっちのドア。もう行くの？じゃあもう少しお花見ていく？